キックターゲット対決あります。いやー、ということでですね、今日はこのキックターゲットを使ってですね、選手に対決してもらおうと思ってます。じゃあもう早速お呼びしましょう。町野選手、池田選手、杉岡選手、畑選手です。お願いします。オーケー、レッツゴー。オーケー、オーケー。どこ行くん、どこ行くん、やりすぎ、どこ行くん。ええって、はい、ということでね、はい、この4選手にお願いします。お願いします。今日はこの後ろにね、もうそびえてますけど、このキックターゲットを使って対決してもらいます。あのルールはですね、チーム戦です。今日はチームに分かれてもらって対決してもらいます。チームはですね、町野池田チーム、そして杉岡畑チームということで、はい、この2チームに分かれて対決してもらいます。あのルールはですね、1人5本打って蹴ってもらって、チームの合計数が高い方が勝ちという対決でございます。はいはい、あのもちろん勝ったチームには豪華景品、あのスタッフが用意しているということでですね、あのちゃんとやっていただいた方がいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。ちょっとね、一人ずつちょっと意気込みなんかをね、聞いていきたいと思うんですけど、じゃあ町野選手からちょっとこれにかける思いとか。まあそうですね、こういう企画楽しみにしてたんで、やっと回ってきたなと。でまあ5を狙い続けていきたいなと思います。はい、ゴロでね、着実にね、以上です。はい、あの先ほどホームゲームの際にこのキックターゲットがあると聞いたんですけど、やっぱ僕たちプロなんで、プライドと意地をかけてしっかり得点積み重ねていきたいと思います。うまい、ありがとうございます。安村選手、そうですね、楽しんでキックターゲットなんでやりたいと思います。頑張ります。ルギーさん、そして、まあ、いっぱい点取れるように頑張ります。かわいい。はい、ということでじゃあね、あのチーム分かれてやりますんで、まずは先攻後攻決めてもらいます。じゃんけんかな、ここはじゃんけんで、代表の2人が。じゃあ最初はグー、じゃんけん、はい。じゃあ、まじで先行後攻決めてください。後攻かな。あー、陽気、もうこれであれじゃない。頑張ったね、そうね、はい、じゃあ先やらしあげる。先行は杉岡畑チームということで、宣言はなしね、宣言は、宣言は今はなしで、後で出てくるかもしれない。あ、出てきちゃった、ほらほらほら、出てきちゃった、風で。あー、どうしても感じ、あー。じゃあ、杉岡選手、まずは1球目、はい、あの自分のタイミングでいいんで、笛はないです、はい、自分のリズムでいってください。はい、残念ながら、おそらくアンパイラーズということで、多分20点取りに行きましたね、彼20点取りに行きましたね。まあ、まずはね、まだ1本だって、外したらさ、まだ1本目だから。さあ、杉岡畑チームの畑選手1本目、大概5でもいい。あ、5でもいいですか。着実に積み上げるかどうかはね、チームによって違いますから。さあ、風がね、あ、気にしろ、敏感。よーこれは着実に20点を取りに来た形ですかね。5あったら足りへんぞ、5あったらね、じゃあ5は足りへんぞ、はい、1本目は20点が入りましたと。20ね、20でかいよ。じゃあ、町の、池田チーム、1回目ですかね。20いったから、50じゃないの。高校は結構それを見ながらね、行きますからね。40、50、じゃあ静かに。小さいとこね、いいっすか、お願いします。いけんの、いけんの。燃えって、困るよね、本当に。マジか、こういうのがチームにいた、本当に困る。カメラこっちよ、しゃカメラこっちだから、しゃびしょびしょ、そういうことでいいよね。困る。うちの選手、5ポイント、5点入りました。最先いいよ、20行かれてんのよ、先に。そうだね、そうだね、今15点差です。20行ってた、はい、すごいでしょ。あ、お願いします、自分のリズムで。カメラこっちだから、あ、そっちか、こっち、くそー、ここでやんのよ。くそー、お前ら10だよ。あ、10、いやー、くそ、最先いいよ。じゃあ、1回目は10ポイント獲得、最先いいよ。じゃあ2巡目いきます。2巡目、杉岡選手、強気に行くわ。あ、強気に行くと。チームに、大丈夫大丈夫、強気に行こう、強気に行こう。2巡目お願いします。
50を狙ったんですかね。惜しくも下でしたけども、2巡目は40点獲得ですかね。10点ってことは60対10。あら60対10です、ね、じゃあ追いつくわ。じゃあ50決めたら追いついちゃう。あ、そうです、50いったらもうすぐに追いついちゃいます。じゃあ、20目お願いします。これで5位。お前5位いったよ。正解。いやー恥ずかしい。俺がじゃあ50仕留める。普通に外してる。いや、いけねえか。これで5いけねえか。20目の池田選手お願いします、はい、豪華商品あるからキックは素晴らしいことね。あーなんだこれは。でかいでかい。あとでも3回ある。ちょっと硬いんじゃない、硬くなってきてるんですよね。フォームが硬かったように見えましたけども。あと3回あるから、はい、やめよ。じゃあ30目いきましょうか。はい、池田選手ね、40点決めましたけど。ポストすごいところ当てました。ポストに当てましたね、はい、で3巡目畑選手は先ほど1回目はね20点決めましたけど、3巡目50でしょ。おー、狙ってるか。着実な動画の中20点、2回目の20点いただきました。これでさあ30名終了したね。80対80いきました。80対10。じゃあ30名マシマ選手お願いします。マシマ選手いきます。なかなか入らない。50点結構しかったのに。70点差あるから。さあ30名いきます。さあ、追い込まれてきました。恥ずかしい。あの、いや、でかいよこれは。もうすごい力入ってましたけどね。ああ続いて4巡目、ピオガ選手。ラボーナ集中しますね。あった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 チョゲできたわ。チョゲ入ってるかな。チョゲ走ったわ。余裕あるね。確かに余裕あるキックでした。着実な畑選手が20を積み重ねて100対10。もう90ポイント差。これ40目ですね。40目ちょっと高かったから50で逆転です。あ、そうですね。さあ集中して90打きついわ。ちっちゃ音。いや、間違えてるわ。弱気だろ。もう5しか入ってないやん。僕ちっちゃめの音出てたけど。5しか入ってない。しらける音してる。40名やばいよ、それは。40名、木野選手あかんわ。入って入るどっかおおそれなし。ひどい。これ勝ちじゃね。お気に入ったあかんわ。さあ、ということで、あ、ちょっと待ってくださいね。今、最後50名いきますけど。え、もう50名50名。はいや。で今ね、100対10ですわ。10以上決めたら勝ちになるんで、ちょっとそれじゃあれなんでね、ここで最後の逆転チャンスということで、宣言通り打ち抜いた数字打ち抜いたら、2倍でいきましょう。よし、それでいきましょう。それでも5でもいいね。でも逆にね、5で安全牌なのかなっていうところもありますけど。じゃあちょっと宣言カメラに向かっていただいてから切ってくださいね。じゃあ40で。40。他のとこ入っても別にあれなんですよね。まあまあ80になるってことですね。40決めたら。40で。さあ50名最後です。うわー！危ない！マジで狙ってた。しっかりしてた。危ない。終わらそうと思った。ゆるゆるやった。行ってたよ。行ってたね。持ってから50名最後は花選手。20で。何番？なんていこうよ。20で。出た。売れない。頼むよ。20。まあ倍で40。うまい。じゃあ。売れない。うまいな。じゃあ20。全部いった？全部。まあということで140対10でございます。え、何対何ですか？130点差？130点差です。
なのでまあもう、もう倍なんでなかなか40計算が、まあ、40いや確実に40と50そうだそうね40か5チームプレーだからそうだ確実に取らないといけないってことですよ、うん、どっちこれでもう勝敗決まってしまうかもしれない本当に大事な決めないと思う大事な5巡目でマジの話でして負けだよ40かなえ40かな40あれ50いったらどうなの 100点でまさきが30点以上取ればマジで計算がいや30はなかなか切りません30地味にちっちゃいどっち30地味にちっちゃいよね40でいきますじゃあ40強めで40の倍80点強めの40で俺でもこう入った場合相当プレッシャーだよさあ俺はなかなかない緊張感だと思いますけど PK のようなねあそうだ ねいいね楽しんでますいきますさあお願いしますうわーあぶねーさああぶねちょっと最後蹴ってもらいましょうよ、まあ、最後50入れたら50入れたらもう一回言ってよしよしそんなお杉さんがお杉さんがいいこと言ってくれました50入れたらもう一回いいよということで頼んでしてくれるとよし50池田チャンス来ましたよ50さあ集中していこう50番うわぁ力入ってなもうダメだ5しか入ってません僕ら俺ら5しか入ってない、ということでですね140対10で、杉岡畑チームは勝利ということでよしじゃあちょっと負けた拍手は、ね、拍手はあそうですねはいそれじゃあまあ勝った勝利チームにははいこちらそれだったのはいちょっと片落ちボールいいな肩落ちした昨年しようかな、まあ、家で使えるやん、はい、これは自分でね持ち帰ってもいいですし、まあ、見ているサポーターの皆さんにサイン入れてプレゼントとかもいいんですけどプレゼントとかもいやいいんですよ自分で持ち帰ってもらっても全然もうプレゼントなんでサポーターのプレゼントでもいいですし、はい、じゃあプレゼントしますありがとうございますということで、はい、サインをもらってじゃあ俺らのサインかいや負けないでしょ5しか決めてへんはいじゃあ勝利チームの2人にね、サインを入れてもらってはい、じゃあ応募方法は概要欄このね、YouTube の概要にあ、入りました、サイン、ありがとうございますはい、じゃあこのボールを箱にしとこうか、視聴者の皆さんにプレゼントということでありがとうございます、2人箱にちょっとちっちゃくじゃあ俺最後のめっちゃちっちゃくめっちゃちっちゃくあ、ちっちゃっ薄っちっちゃい薄めじゃあ、いきなり最初入りましたね、はい、したちっちゃめのコラボしております、はいはい、5点ありがとうございますちょっとあれですね勝った2人だけがちょっとあれですねちょっとね、負けたらなんかちょっとやってもらいますよ、ね、罰ゲームとかね確かになんかあったよだって5しか決めてないねえ5だよ、5結局この5ローで笑いを取りに行った形になりましたいやもうあの笑いで十分でしょ、もうあと結構ガチで言ってましたけどね悔しいね恥ずかしいわ、ほんまになんかじゃあやってくれるでしょいただきますか、町野さんにマジで無理3、2、1、お願いします笑えよ、ちょっとお盆だ地獄やバカつまんねえめちゃめちゃ面白いのありがとうございました地獄やぞ、これ最高でした、面白かったねそれだったんではい、じゃあということでですね、ファンファンコーナーキックターゲット対決ということで、勝利しましたけども改めてちょっとねこれ見ていただいているサポーターの皆さんにね一言ずつはい、じゃあ池田選手はいお願いします、いつもたくさんのサポート本当にありがとうございます、コロナ禍の中厳しい状態が続いていますが、声出しの緩和も噂されているのでそれを楽しみにまた頑張りますいつも応援ありがとうございます、5点しか決めれなかったのは悔しいですけど皆さん勇気持てたと思うんでこれ20とか50
50決めたらすごいんでチャレンジしてみてください。ありがとうございました。そうですね、見事勝利ということで非常に嬉しく思います。皆さんもぜひチャレンジして頑張ってみてください。スタジアムで待ってます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。まあ、僕のおかげで勝ったようなもんなんで辻さんはほぼ何もしてないですね。まあ、試合では引き続き頑張っていきますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでね、今回はファンファンコーナーキックターゲット対決でした。皆さん、またお願いしますね。いや、もういいです。いいの恥ずかしいです。また違うやつやりますか。チャンピオンチームだから、いや、もうちょいね、遠い距離か。うるさいなー。ゴールでやりたいよね。ゴールの枠確かに近すぎる、逆に。あうるさいわ。近すぎた。近すぎもうちょっと距離遠かった方がいい。キックぐらいの距離。あ、確かに、そういうこと。次はじゃあ距離ちょっと伸ばしてやろうかな。はい、またぜひ違う企画もやりますので、はい、参加してください。ありがとうございました。ありがとうございました。以上になります。ありがとうございました。